こんにちは、銀座一里の三田崎です。またお会いできました。今日は帯揚げの結び方、皆さん綺麗に結んでみたいですよね。今日はそれをやってみたいと思います。はい、前半は女将流ですが、一番基本形ね、簡単に結べますよっていうのを一つと、それとこう今日今やっております、ちょっとシャープな感じ、ちょっと細く見えるんじゃないかなってちょっと今最近やってるんですけど、この結び方、後半は二色使い、皆さんよくお持ちだと思いますけど、二色使いの帯揚げの結び方、それとポイント柄ですね、そちらと、後半はやっていきたいと思います。最後まで見てください。まずは帯揚げのかけ方です。こちらちょうど真ん中になりますね。帯揚げの真ん中をちょうど上の分量と下の分量同じようにしてかけてあげてください。ちょっとかけづらいけど頑張って、はい、こんな感じで前へ持っていきます。はい、オーソドックスな結び方をまずやってみましょう。こう帯揚げですね、ちょうど長さ同じぐらいになります。ではまず、下前からいきますので、上前はちょっと止めておきます。はい、右側ご自分で開いていただいて、ちょっと引っ張っときます。緩みを取ります。で、脇から30センチのところを、ね、内側に入れて、先だけ三つ折りにします、ね、先だけ簡単に三つ折りにしてください。それから2つ折り、ね、2つ折りにしましたら、これ輪を上にしていただいて、左手で先を持ちます。で、右手で下からこうスーッとこう引いていくと、だいたいまっすぐになります。こんな感じですね。こうスーッと綺麗ですよね。で、これを帯の上線に水平にこう留めておきます。せっかく綺麗に畳みましたからね。はい、では今度左側も同じようにやっていきます。先だけ三つ折りにします。はい、それから2つ折りね、で輪を上にします。今ちょっとぐちゃぐちゃ状態ですけど、下からこうこのぐちゃぐちゃを中に入れていきますね。なるべく中に入れてふわっとさせてあげてくださいね。こんな感じでまっすぐにしますね。はい、こちらできました。そしたらクリップ外して胸元に置いといてください。それから同じぐらいの長さになりますね。左側が上になりますね。ちょっと今こっち側ずいぶんぐちゃぐちゃですけど、はい、でもあんまり気にしないでいきます。はい、上を1回からげますね。入れるところでからげてあげてください。これ右側の方をこちらに引っ張っときますね。ねじったところをここで帯の内側に入れておきますね。それでこの下をこういうふうに右に引いてあげてください。こう引っ掛けてる感じですね。で、真ん中をこちらを板の内側に入れていきます。あとは余分なところは帯の下内側にね、こう入れていただければ綺麗になります。ちょっとシワっぽいなと思うところはこうやって内側に入れてあげてくださいね。真ん中はちょっとへこましてあげると綺麗にできると思います。ちょっと簡単でしたよね。2つ目になります。入り組のやり方をちょっとやってみたいと思います。銀座結びでちょっと今日はかっこよく着たいなっていう時とか、あとここの隙間がなかなか開かなくて、さっともたついてしまうって方、それとちょっと帯揚げがちょっと厚めで、どうしてもちょっとやりにくいって方におすすめしてますね。先ほどと同じように、脇からちょっと引いていただいて、ちょっと短めになりますね。先ほど30センチでしたけど、少し短めに作って先だけ三つ折りします、はい、それから2つ折りにして輪を上にしていただいて、また指を入れてスーッと引いてください、ね、このままそっと引いた部分をご自分の前中心ありますよね、ここをちょっと手で指で押さえていただいて、そこから斜めに入れていきます。こういう感じでスーッとこうバックロスする感じですかね。ちょっと引いてあげてくださいね。で、今度は上前になります。上前も少しこう引いていただいて、25センチかぐらいですかね、短め、先ほどより短めを三つ折りにして、また二つ折りにします。
で輪を上にしていただいて右手で持って、左手でスーッとこう後ろに引いてあげてください。とこう綺麗にまっすぐになりますから、これを帯のやはり内側に入れます。接中心、ごめんなさい、前中心でした前中心をね、ご自分でこちらの板のところね、押さえていただいて、これを斜めにクロス状態にして入れます。そうするとこんな感じでスーッと入ってきます。綺麗になると思います。はい、今日はおかみの帯揚げの結び方と、あと入り子の結び方をやってみました。ちょっと分かりにくかったですかね。ちょっとお家でも練習してみてください。後半は二色使いの帯揚げの結び方とポイント柄の出し方をやってみたいと思います。ぜひ期待してください。いいねボタンと、ね、下にありますいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。帯揚げのミニ知識を帯枕のミニ知識をします。まず1番、皆さんこういうね枕を使ってらっしゃると思います。結構固めの中側に板みたいに紙がこう貼ってある、硬い紙が貼ってあるのもあります。これは背中からつるーっと落ちてしまうので、これはなるべく使わない方がいいです。ちょっとこういう柔らかめの、ね、背中に丸い背中にフィットするようなものを使ってください。はい、次2番目。はい、2番目は、皆さんストッキングをこうかぶせたり、一時期ちょっと流行ったことがあります。ちょっとずいぶん前ですけどね。今はちょっと伸縮性のあるこういうカバーを使ってますけれど、時々生徒さんでもここを結んでしっかりこの方がしっかりつくと思ってらっしゃるのかもしれませんが、こうやって結んで持ってくる方いらっしゃいます。そうするとこうくるくるこうしてしまうので安定感がないので、背中にフィットしにくいです。引っ張っても、できたらもうこれは何もしないでこう面でこう引っ張るような、背中にフィットさせるように力が入りますので、ここは結ばないようにしてください。ね、これはミニ知識でした。